はい、サイン、はい、サイン、シューさんです。マッキーです。はい、ニバス生活始まりました。はい、可愛くないな、その手。おっとっと、おっとっとということですね。はい、こういうキャラで、今回からやっていこうかなと。やめた方がいいと思います。やめた方がいいね。はい、はい、というわけでですね、まあ、うん、今回ね、宜野湾の、まあ、漁港宜野湾マリーナの方に来てるんですけども、はい、我らが地元ですね、はい、後ろにね、すごいボートが広がってます、うん、はい、もうこっち漁港ですから、はい、しかも天気いいね今日マジで。デージーめちゃくちゃいいじゃないの、はい、でこの漁港内の駐車場の、はい、その何有料駐車場内に、はい、美味しい、お店があるということで聞きつけてやってきました。はい、まあ、噂によるとですね、うん、地中海の料理が食べられる、ね、地中海料理ね、はい、まあ、魚介系なんですけども、うん、店舗がねこちらです、はい、フィッシュテイルさんです。はい、こちらどこって感じでしょ。そう、もうこの建物自体がそうですから。どこって感じだけど、これ2階なんですよね。そう、はい、じゃあちょっとね、うん、見ていきましょうよ。はいはい、はい、行きましょう。ほらこっちもね、キッチンカーとかね、うん、キッチンカーもやってるみたいね。ベントランチ、はい、おしゃれだね、可愛らしい。スターリル、世界の美味しい料理。いやー、2階上がるとまた海綺麗だね。いいよ、ね、さっきの景色と全然違って、こう登るとね、こうやって広がってますから、海が。わ、ちょっと映画のワンシーンっぽい。かっこつけられますから、なんかセリフ言ってみてください。誰かが言ってたんだそれ。やめよ、お店紹介しよう。あ、お店紹介。ダメだダメだ。はい、こちらがね、うん、まあ、店舗前になるんですけども、はいはいはい、まあね、こうやってテラスもあって、うん、まあ、バーカウンターも中にあったりとかで、そうそうそう、すごくね、おしゃれなお店になってるんでね、皆さん紹介していきましょう。はいはい、店内入りまして、うん、ちょっと見ていきましょうか。はいはい、まっすぐ入り口がもうキッチンの方になってる。そうそう、こんな感じでね、見えると。はい、そしてワインとかね、めちゃくちゃあります。いいですね、ワインもありますよ。1時間半ぐらいで1800円でワイン飲み比べ。おお、おしゃれですね。はい、で奥の方にはですね、はいはい、テーブル席が広がってますよ。はい、たくさん座れる。そうですね、やってますよ。で今日はね、オープン前にね、はい、出させていただいてるんですけども、まあ店内もいいけど、うん、今日はせっかくオーサンビュー広がってるんで、天気もいいからね、食べていきたいと思います。はい、はい、というわけでですね、はい、はい、今回はね、はい、外の方で食べようってことになりました。おしゃれでございます。思ったより暑いんですよ今日。そうそう、半袖でもよかった感じで、12月ですけどね、海沿いだからさ、寒いかなと思ったんですけど、まあ、夜は冷えると思うんですけど、はい、夕方はめちゃくちゃ暑いね。まあまあ、めちゃくちゃ綺麗だから、ね、こんな感じでさ、やっぱ外、地中海を感じようかなっていうことで、はい、まあ、外に来てますと。今日はおしゃれでございます。はい、ということで、じゃあ、はい、メニュー紹介していきましょうか、はい、来月でね、ちょっとメニューが変わったりするみたいなんで、はい、そうそうそう、コースプランとかはメニューにないんですけども、うん、はいはい、まあ、こちらですね、うん、フード、はい、こんな感じで、いろいろ一品料理がね、はい、ありますと。で今回ね、うん、僕らですね、このムール貝、はい、生きてるムール貝を。そうでございますよ、新鮮なムール貝、うん、まあ、これね、すぐ売り切れるみたいなんで、はい、僕らね、今回用意していただいたんですけども、まあ、こちら、はい、頼んでますと。そして、はい、こちらがメインのパエリア、うん、シーフードパエリアかな。はい、こちらもね、一番推してるということで、はい、S サイズの方をね、はい、頼んでますと、はい、というわけなんで、じゃあゆっくり待っていきましょう。はい、ということで、はい、本日注文したね、こちらでございます。やばいって、もう地中海でございます。おしゃれすぎだろ。いやー、俺たちのね、うん、チャンネル史上一おしゃれって言っても過言ではないですから。確かにな、こんな料理食ってんな、はい、全然。注文したね、メニューは改めて紹介したいと思うんですけど、はい、まずこちら、はい、シーフードパエリアの S サイズでございます、はい、すごい、海の幸がいっぱいでございます。本当にもうエビも乗ってるし、うん、ムール貝も乗ってるしさ、最高でございます。そして、はい、こちらが、先ほどまで生きていたカナダ産の初ムール貝、はいはい、白ワイン蒸しでございます。はい、ムール貝の白ワイン蒸し、はい、白ワインの蒸しでございます。いやー、はい、これは本当にね、すごい美味しい料理ということで、はいはい、本当に日曜日にはなくなってるみたいなので、そうですね、今回はね、用意させていただいております。イエーイ、はい、それで早速ね、食べていきたいと思います。
おーシーフードパエリア、うん、トーレ、うん、間違いないですね。何が全然分からんけどよ、2割増しぐらいでイケメンになってなってんだ、あんま変わってない。はい、ということで食べていきたいと思います。はい、じゃあ早速ねシーフードパエリアを食べていきたいと思うんですけど、いやすごいね、まずもう匂いいいよやばい、うまそう。パエリアってなかなかね食べる機会ないんで、おしゃれすぎてな、しっかり味わいたいですね今日。もうねすごいよ、いきましょう。はい、結構群もねたくさん入ってて、はい、まあ、パプリカとかも入ってるのかな、うん、じゃあまず一口いきたいと思います。デジいい匂い、いただきます。はい、いきました。うわおしゃれ、うまいな。いやいいね、なんかね毎回食材入ってる食材は変わるみたいなんですけど、エビと、ムール貝とアサリは必ず入ってると、うん、そうイカも今日は入ってるみたい。あ、そうなんですね。なんかその上でちょっとだけね食材が変わるみたいなんですけど、うん、はい、めちゃくちゃ美味しいですね。これがね、はい、一番美味しい。うまいね。パエリア。エビもいっちゃっていい？いっちゃってください。いただきます。さあ行くか。お、いい音。うーん。いい。いやー。うーわー。これよ。行きました。羨ましいな。もうこれはもう何回でも噛み締める。うん、私は今日飲み込みません。いや飲み込んでるだ。マジで。美味しい。これ S サイズでも結構量あるね。うん、大体2人前らしいんですけど、そうだよね、このサイズの上のサイズもあるから、うん、R サイズがありますね。そうそう、ビッグサイズもあるって言ってたから、あ、これよりも多分おさ、鍋ぐらいテーブルいっぱいよそんなことあるか。そうそう今回俺たち単品で頼んでるじゃないですか、はい、今回、うんうん、プランもありまして、うん、コースがね、いくつか、そう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 、なんか3000円で2時間飲み放題プラス、うん、はいはいはい、5品ついてくる、そう、その日で食材が変わるみたいなんですけど、うん、のとか、あと4000円だと、うん、まあ、3時間に7品とかね、そうそうそう、なんかこれめちゃくちゃお得だと思うんだよね、はい、ね、なんかいろんなお酒も楽しめるし、うん、料理とかも楽しめるから、うん、それで3000円で食えるんだったらね、ありだと思うんですよね。じゃあ今月はそのプランでやってるみたいです。はい、ま、来月からね、ちょっと何かいろいろ変わるみたいなんですけど、はい、気になる方はね、うん、チェックしてほしいですね。はい、それじゃあ弟にも食べてもらいましょう。黄昏ガレージ、黄昏ガレージ行くね、うん、なんトン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 、はい、ということでね、ニノのニットン、いや久しぶりに黄昏さんが出てきてたんで懐かしいっすね、来てたんでね、懐かしい感じで、ね、変装してなかったですね、髪型変わったみたいね、ね、黒じゃなかったみたいです、さっぱりしてたね、はい、懐かしいでしょ、はい、はい、というわけでというわけで、うん、俺はね、ムール貝、白ワイン蒸しを食べたいと思います。はい、はい、カナダさんのね、カナダさん、今ロシアって言うのかな、危ない危ない、カナダさんね、はい、はい、こんな感じですから、うん、これね、もうさっきまでなんか生きてたムール貝を調理して、はい、出してるみたいで、めちゃくちゃ新鮮ということで、うん、気になるね。でしかもこれ月曜日、うん、毎週月曜日に入荷するらしいんですけど、うん、はい、絶対に木曜日までにはなくなるらしい、ね、早い段階なくなるって言ってたね。だから平日来た方がこれには出会えるかもしれない。あ、そうだね、ムール貝うまそうよ、すごいよ、これはこうですか、うわプリプリよ、プリプリよ、いっていいですか、はい、いただいてください、いただきます。うわっ、うわっ、はい、出たけど濃厚そうだね、濃厚、うん、味で魚介の旨味が全部詰まってる、うん、これビール飲みたくなるんですよ、確かにね、今日ビール頼んでますから、しっかりこうやってね、めちゃくちゃ小指立ってんな、お酒に合う感じですか、やっぱり酒に合う、酒に合うって、まあ、そうよね。いや今回ね、まあ、コメントでもありましたよね、はいはい、夜行けるお店も紹介してくださいということで、そうそう、本当にタイミングよくてさ、そうね、こういったねおしゃれな感じのロケーションでさ、こういったムール貝とかさ、はい、地中海に料理がいただけるってマジいいからね、はい、地中海を感じながらね、はい、大きなですけど、はい、うまいって、うーん、美味しそううまいって、これはもう酒飲みにはたまらんよ、ね、溢れ出てくる旨味がマジで、うん、うん、やっぱ全然違うんだろうね、最高だね、魚介って全然食べてこなかったけどさ、うん、こんなうまいんだね、しっかりうまいね、でも新鮮っていうのもあるよ、こうよ、もう海をこうしながら揺られながらさ、いや今日は本当にね、はい、おしゃれ会でございますよ、これこうですから、うわうまそうだね、やばいでしょこれ、うまっ、いやこれを含んで贅沢じゃないマジでビールを飲むと間違いないよね、人類に乾杯怖いな急に怖い人出てきた、うまっ
美味しそうだな。あと1回行きたくなるけど、うん、まあ1個はね、兄貴に見ましたから。もうパクパク行ってますけど、僕の分もね。全然行きそうなの。危ない危ない。全然うまい。じゃあパエリア行こうかな、はいはいはい。まあこんな感じでね、うん、たくさんの具材乗ってますから。本当に大きいエビさんとかも乗っててさ。まずはこの、何ライス行きます？ライス。ライスっていうのかな。なんていうのかな。なんかあんまり食べたことないんだよね、パエリアは。いただきます。はい。うわ、すごいうまい。めちゃくちゃ出汁出てるよね。マジでうまいな。本当美味しいこれ。そりゃもうエビもこうやっていきたくなるわ。うん、おしゃれよもうこれ。幸せ。でしょ？マジで。なんかお土産がキリになるな。そうそう。伸ばしてるんですよ。キルンってなってるよ。なんかあの来月1月かな。はい。1月にキッチンカーも一応やってるってさっき言ったさ。うんうん、キッチンカーでのその、 あの出店も1月にね、はい、あの地元のイベントでね。そうそうそう、ちょっと出るみたいで、宜野湾のね、宜野湾のね、あのお店、うん、いろんな店舗がキッチンカーを用意して、はい、そこでなんか移動販売しますよっていうイベントもあって、で、まあ僕らもね、そこから撮影しに行くことになってますんで、そうそう、なんか定期的にやるイベントにしたいらしくて、はい、ね、まあ、そちらのも楽しみですね。楽しみですね。いや、いいね。こんなうまい料理食べれるんだ、行くよな、ね、行くよ行くよ、マジで。いやいいね。はい、ということでね、美味しくいただきましたよ。一瞬でしたよ。もうタイガローペロリンよ。いや、それは嘘、それは嘘、あっちで映ってけ。はい、ということでね、本当にめちゃくちゃ美味しかったんですけど、はい、うまかったな。いや、本当にね、こういったおしゃれな料理と、うん、美味しいお酒ってマジ最高だと思う。海鮮系いいな、はい、いや、マジいいな。うまいな。でね、今日はあの僕らはあの単品の方、はい、あの注文させていただいたんですが、はいはい、なんか日によっては、うん、女子会プランとか、あ、そうだね、あとなんかカップルプランみたいな、うん、やつとかもいろいろあるみたいで、うん、まあ、日によってお得な、うん、あの料金とかになったりするみたいなので、そちらの方もねチェックして、はい、遊びに来てもらえたらなと思います。はい、で、あの今回、紹介させていただいた、はい、あのフィッシュテールさんの営業時間なんですが、はい、まあ、オープンは16時になってるんですけど、はい、日によってちょっとあの終わる時間帯とかが、うん、あの変わってくるみたいで、うん、まあ、そちらの方はちょっと概要欄見てもらえたらなと思います。はい、で、あのテイクアウト、はい、持ち帰りもやってるみたいなんですが、まあ、弁当販売だね。そうそうそう、うん、受け取り時間と、うん、あの注文時間の方もまたちょっと違ってくるみたいなので、うん、まあ、そちらの方もね、あの概要欄の方にちょっと貼っておきたいなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで、はい、おしゃれ会でございました。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。フィッシュテールめちゃくちゃ美味しかったです。みんな来てね。来てください。ありがとうございます。